大学に通うため上京してすぐのことです。高田の馬場駅から徒歩15分ほどにある家賃3万円の風呂なしアパートに下宿を始めました。6畳でトイレ、キッチン付きだったので、その当時としては割と安かったと思います。家具も家電製品もなく、布団と段ボール詰めの衣類だけの何もない部屋で、最初の一月は自炊をして我慢していました。入居翌日、暇を持て余して部屋をうろうろ歩き回っていると、足裏にチクリと痛みを感じました。木のトゲか畳のささくれでもあるのかと確認してみましたが、特に何もありません。数日後、部屋の中を移動してみるとき、また足裏にチクリと痛みがありました。今度は正確な場所が特定できたので、畳に顔を近づけてじっくり調べましたが、残念ながら何も見つけられませんでした。その後も何度もそのチクリにやられました。部屋の中央から少しずれた位置にそのポイントはあり、いつもは気をつけているんですが、たまに踏んでしまうのです。ある日、慣れない大学生活にストレスがたまり、イライラしている時にまたチクリポイントを踏んづけてしまいました。やり場のない怒りが湧き起こり、足を大きく上げると、そこをドスンと思いっきり踏みつけました。すると、踏みつけた足に激痛が走り、足の甲がみるみるうちに血にあふれ返っていました。痛みがすごくて、しばらくは歩けませんでした。ようやく足を上げると、どうやら足の裏から甲まで貫いて何かが刺さったようなのです。ただ、肝心の刺さったものが見当たりません。足の中に入り込んでいるようでもありません。片足で跳ねながら、なんとか近所の病院まで行って治療をしてもらいました。やはり何か鋭利なものが足の甲まで貫通しているようでした。医者にも何度も怪我の理由を聞かれましたが、私も答えようがなく相当不審がられました。その後、そのチクリポイントには虎の尾という観葉植物を置いて、絶対に踏まないように気をつけていました。遊びに来た友人はみんな邪魔がっていましたが、2年後、契約の更新時期に引っ越すことにしたのですが、ふと気になって畳をひっくり返して例のポイントを確かめてみました。畳の下は板張りになっているのですが、例の位置に彫り込みがしてあって、出刃包丁を4分の1くらいのサイズにしたミニチュアの包丁がぴったりとはめ込んでありました。サイズは小さいですが、作りは丁寧なもので高級なものに見えます。その刀は錆びたように赤茶けていて、生臭い匂いがしたのでした。この生臭い匂いはもしかして